ポケモンキッズ TV で新しく始まった体験探検ピカチュー部、今回やってきたのはピカチュー。おー、白バイだ、かっこいい、すごいすごい。警察署へようこそ。ということで、今回は蒲田警察署にピカチュウが潜入。警察官のお仕事をたっぷり見に行くよ。ここは警察署。あれ、ピカチュウ、どこに行くのかな。ピカチュウ、蒲田警察署にようこそ。ん？何かお願いしているみたい。ピカチュウ、ピカチュウ、警察のお仕事をいろいろ知りたいのかな。ピカチュウ、それでは今日は一日警察官になった気持ちでいろいろな警察のお仕事を体験してみる。いいね。じゃあピカチュウ。うん、かっこいい、よく似合ってる。帽子もかぶったピカチュウ、警察のお仕事を早速見てみよう。こちらへどうぞ。おや、中には何があるのかな。中に入ると何やらお仕事をしているみたいだけど。ピカピカ。やあピカチュウ。ピカピカ。今は指紋の検出をしてるんだよ。指紋とはみんなの指先にもある細い線からできた模様のことだよ。指紋はね、人それぞれ違うし全く同じ人間がいないんだ。だから事件の現場で指紋が出れば犯人の手がかりになるんだよ。ピカチュウもやってみる？ピカチュウ。あれ？どうしよう。あー、ピカチュウどこ行くの？ピカ。と思ったらスタッフを連れて戻ってきた。じゃあこの瓶を触ってみてください。どうやら指紋を取るところを見たかったんだね。瓶に粉のようなものをつけると、あら不思議。これが採取した指紋だよ。指紋がくっきり。警察官のお仕事にはいろんなことがありそうだね。ピカチュウが次に向かうのは、ピカチュウこんにちは。私は犯人を見た人から話を聞き、似顔絵を描いています。この人は犯人の似顔絵を描いて捜査に役立てているよ。実は似顔絵にはコツがいるんです。ピカピカ。それは犯人がどんな目をしていたのか、どんな鼻をしていたのか、その特徴を聞き出し、それを絵に描き出す力が大切なんです。もしよかったらピカチュウも一緒にやりましょう。ピカチュウも似顔絵作成を体験。ピカチュウはちょうど誰かを探していたみたい。ピカチュウ、ピカピカ。特徴を伝えているのか。ポケモンなの。ピカピカチュウ、ピカピカピカ。耳が、耳が短い。ピカ違う。ピカ。長い長い。ピカチュウ。首がふさふさ。ピカピカチュウ。わかった。そしたら描いてみるね。どうやらわかったみたいだよ。ピカチュウ、焦らなくてもちゃんと描いてくれるよ。特徴を聞いて描き始めたよ。どんなポケモンが完成するのかな。こんな感じ。ああ、これはサンダース。ピカチュウが探していたのはサンダースなのかな。あ、ずっこけた。違う。違ったみたいだね。わかった。そしたら書き直してみるね。ピカチュウ。気を取り直してもう一度。次はどんなポケモンを描いているのか、みんなはわかるかな。こんな感じかな。
次に書いたのは EV。 ピカチュウが探していたのは EV なのかな。ピカチュウ、どうやら EV だったみたい。最後は色を塗って完成。うわ、すごい上手。さて、ピカチュウが次に向かうのは、ピカチュウ、それでは交番に行ってみましょう。こちらへどうぞ。あー、パトカー、これに乗っていくのかな。いいな。パトカーにはランプがついていたり、普通の車にはないものがいろいろついているんだ。うん、すごい。車の中にもいろいろありそう。もっと見たいな。それじゃあピカチュウ、パトカーに乗ってみようか。いいな、乗りたい。早く早く。あれ、ピカチュウどうしたの。ん、乗れないの。ピカチュウ、こちらへどうぞ。ビカビカ。大きい車に乗って次は交番へ。ここは大鳥居交番。ピカチュウさん、こんにちは。ピカチュウさん、交番へようこそ。ピカチュウさんは僕たちがどんな仕事をしているか知っていますか。僕たちはみんなの安全を守るために街のパトロールをしています。落とし物を拾ったり、困ったことがあれば交番に来てください。ピカピカ。ピカチュウ、知ってるかな。交番についているあの看板。女性警察官が働いている交番には女性の性棒のイラストが描かれているんだよ。今度交番に行ったら看板もチェックしてみてね。知らなかったな。ところでピカチュウさん、このポケモン、ピカ、向こうで見かけたよ。ピカチュウ、一緒に探しに行こう。ピカピカピカ。ということで EV の捜索へ。みんなで探していると、あ、あれはもしかしてあれは EV。 ピカチュウ、ちょっと待って。横断歩道を渡る時のお約束は知ってるかな。横断歩道を渡る時は信号が青でも必ず止まって、右左右を見て車が止まったか確かめてから手を挙げて渡ろうね。わかったかな。ピカチュウ、しっかり信号も渡ったピカチュウは EV のそばへ。どうやら EV、道に迷ってしまっていたみたい。ピカピカチュウ、ピカチュウ、会えてよかったね EV、ピカチュウ。ピカチュウ、EV と一緒に警察署に戻ってきたよ。あ、警視庁のシンボルマスコットのピーポくんも来てくれた。今日は一日警察官のお仕事体験頑張ったね。ピカピカ。警察官の仕事は悪い人を捕まえたり、交通整理など道路の安全を守ったり、地震や災害が起きた時に救助したり、みんなのことを守っているんだよ。そこでみんなに一つお願いがあるんだ。近頃自転車の事故が大変多くなっています。自転車に乗るときは必ずヘルメットをかぶろうね。ピカピカ。今日は一日お疲れ様でした。これからも頑張ってください。ピカピカ。蒲田警察署の皆さん、ありがとうございました。